ではこれより日米インタープリターズフォーラム第1回を開催いたします。元気な勢いでいけたらなと思っております。で、早速なんですけど、今もうすでにカメラが回ってますが、今回ですね、記録で写真とかムービーとか撮らせてもらったり、撮ったものをですね、Facebook とかに広告であげたいなと思っているんですが、撮られちゃまずい方とか、お仕事をお忍びで来てるんですみたいな方はいらっしゃいますか？いらっしゃいます。あげにくいですね。はい、そうですね、はい、映ったらまずいなという方はこっそりと周りにいるスタッフに教えていただければと思います。はい、思います。さあ、ではですね、早速ですが、この私たち主催のですね、日本インタープリテーション協会の代表理事でもあります古瀬浩二より挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。このね、フォーラムの今日この開会式にこぎつけてね、本当に良かったなと思っています。ありがとうございます。というのもですね、ちょっと紆余曲折ありまして、アメリカの、アメリカのとかね、某国の政権交代の影響とかですね、まあ、いろんなことがありまして、大変だったんですけども、無事、今日この日を迎えられてね、本当に嬉しいなと思っております。インタープリテーション協会のことをちょっとご存じない方もいらっしゃるかなと思いますので、軽くご紹介しますと、2団体の時代は長かったんですが、少し前に、一般社団法人になりまして、こんな理事でやっていますので、ちょっと理事の方を顔を見せていただけますでしょうか。お名前ぐらい言いますか。お名前、はい、はい、西村と申します。広島修道大学になります。よろしくお願いします。漢字ですよ、私ね、はい、漢字がいい感じですね。鶴君から、この高田です。よろしくお願いいたします。こんにちは、理事をしております川島と申します。ずっとこれで30年以上キープで働いて、今は日本環境教育フォーラムというところでおります。どうぞよろしくお願いいたします。主に事務方を担当しております、こう言って長谷川幸子です。自然教育研究センター、そして日本インタープリテーション協会、2つの所属となります。よろしくお願いします。ようこそキープ協会にお越しいただきました。ここで働いてます、増田と申します。塚田、どうぞよろしくお願いします。こんなメンバーでですね、そのインタープリテーションの普及とか、向上を目指して仕事をしております。で、その今日のですね、日米インタープリターズフォーラムというものを開催するなって経緯を少しだけ話したいんですけども、日米インタープリテーション研修会というのが、ね、1995年に始まったんですね。でこんな感じでですね、日本でインタープリテーションに関心がある人がアメリカに行って、でアメリカのナショナルパークサービス国立公園局のプログラムを受けたり、レクチャーをいただいたり、素晴らしい研修の機会がですね、1995年に始まって、ずっと続いているんですね。今回そのご縁でアメリカからゲストに来たいと思います。でこの研修会でちょっと不思議に思った方もいると思うんですけど、
日本インターブリゲーション協会は先ぐらいの、ね、理事構成の小さな NGO ですね、本当に小さなで、あのカウンターパートというか現地に協力してくださる国立公園協会、NPS ですね。で、すごいことなんですね、これは20年も続く。で、なんでこんなことができたのかというと、まあ、それを成し遂げたんですね、次のスライドですけども、小林武さんご存知の方の方が多いかなとは思うんですけど、後ろにもね、展示が、ございまして、小林さんと呼ばれて親しまれた方なんですけども、彼はですね、1990年代の初めに、アメリカのグランドキャニオンにある、オールブライトレンジャートレーニングセンターというところに行きまして、日本人向けの研修会ができないのかって交渉したのが始まりなんですね。で、それ以来、それは、まあ、95年に始まって今まで続いていると。でその経緯はね、また今日の夜のスライドショーでも話したいと思ってるんで、ここまでにしておきますけど、まあ、それが、もう21回目なんで、これが21回目ですね。で、小林武さん、残念ながら、数年前にお亡くなりになったんですけども、確か小林さんもですね、20回目は、ま、日本でやりたいなって、まあ、言っていたような気がするんですよ。ちょっとはっきりは覚えてないですけど、そう言っていたような気がします。で、そんなこともあって、20回目じゃなくて、20回プラス1なんですけど、日本にね、お呼びして、開催できるようになったことは本当にありがたいことだなと思っています。すごく、楽しい会になるんじゃないかなと予感しております。2日間短いですけどね、皆さんとたくさん交流できればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、今回ですね、会場提供をしてくださいました、そして準備とかたくさんお力を貸していただいてます、キープ協会を代表して、日本インタープリテーション協会の理事でもある増田さんより、はい、挨拶の方をさせていただきます。共催です。今回のフォーラムの共催でもある、キープ協会の増田さんよりご挨拶いただきます。お願いします。では皆さん、改めましてこんにちは。ようこそ寄付協会、そして生鮮料にお越しいただきました。こちらに書いていただいてますが、共催ということですね。インターフィッシュ協会と一緒にですね、こちらの会を運営させていただきます。僕自身はですね、こちらのインターフィッシュ協会の方の先ほど冒頭にご挨拶させていただきましたが、役員させていただいているんですが、実はこの研修会、今回が20プラス1となってますが、一度も実際の研修会に行ったことがなくてですね、いろんな理由があって家で待っていうのがありまして、また詳しくはどういう理由かはお話しますけど、でなのでこれが記念すべき初めてですね。それは置いといてですね、まずは寄付協会ですね、初めてお越しいただいた方というのはいらっしゃるんでしょうか。ありがとうございます。多くの方にとってはですね、こちら標高が1400メートルあるということもありまして、皆さんのお住まいのところと比べると肌寒いところに移るんじゃないかなと思いますので、ぜひ健康にはご留意いただいてということで2日間ですね、過ごしていただければと思ってます。もしご持参されてきた服ではちょっと不安だなという場合にお貸しできるようなジャケットもありますので、必要な方はどうぞ申し上げていただければと思ってます。ご覧になったかもしれませんが、ちょうどこの敷地もそうですし、熊本の、JR 小海線沿線にも桜がちらほらとまだ残っていたんじゃないかなと思いますが、そんな季節感ですので、皆さんどうぞ健康にご留意ください。で今回使っていただくこちら生鮮寮という建物になるんですが、ここが本館ホールというところになります。今日1日目はですね、こちらが会場となるんですが、今日の夕ご飯、そして明日の司会場が新館ホールということで、少しこう会場の息があるかもしれませんが、そこは随時またご案内をさせていただこうかなと思っていますのと、今回はですね、共催ということもありまして、寄付協会のスタッフが何人か
ご一緒させていただいてますので、お不明な点があればですね、いつでもお声掛けをいただければというふうに思っています。で、キープ協会としてはですね、インタープリテーション環境教育というものをずっと取り組んできている団体ではあるんですが、そのインタープリテーションについて全国そしてアメリカからもですね、お越しいただいた皆さんと交換ができる機会というのは本当に嬉しいことだなと思っています。ぜひ僕らもですね、運営の方には関わらせていただくんですが、皆さんと一緒に情報交換たくさんさせていただきたいと思ってますので、2日間ぜひご一緒させてください。そしてご不明な点があればですね、いつでもお声掛けいただければと思っています。皆さんにとっての塚さんが皆であることとなるように、我々としてはバックアップしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。はい、では次にですね、本日のスペシャルゲストですね、ゲストの方から一言ずついただきたいと思います。じゃあゲストの3名の方、お前の方にいただいてよろしいでしょうか。はい、じゃあまずですね、マイヤブラウニングさんからご紹介いただきたいんですが、マヤさんはですね、アメリカ国立公園局でインタープリターとして最初に働いた後、トレーニングスタッフとして活躍されてました。で、この日米インタープリタートレーニングセミナーでも第1回から関わってくださっているスタッフです。ではマヤさん、お願いします。こんにちは。こんにちは。本当に今回ご招待いただけて、本当に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 とっても嬉しい気持ちでおります。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。And I'm honored to be here. I'll be speaking to you later about interpretation and interpretive planning, my specialty areas, and I'll do more of an introduction at that time. But for now, thank you, and go on. どうもっていうのは昨日ぐらいの覚えてます。便利な言葉と教えられています。はい、ここに招待していただいたこと、本当に光栄に思っております。私の専門分野はインタープリテーション、それから特にインタープリテーション計画というプランニングのところの専門をずっとやってきて、国立公園局でもう退職しましたけれども、そのことを皆さん、この後すぐプレゼンテーションがありますし、明日ももう少し深くインタープリテーション計画について、いろいろ皆さん考えていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。ちょっと久市です。はじめまして。よろしくお願いします。で、今回ですね、初めて会った方も多いんですし、前にも会って、今回が再会できた方もいっぱいいるんですけども、初めて会った方、それからここも私初めてなんですけども、皆さんもう前から何か長い間しているような感じがして、ここもですね初めてなんですけども、昔から住んでるような気がして、ずっと出てきたようですから、ただいまと言いたいです。ありがとうございます。なんか密談が